市議会議員の川口宏です。今回は、よくやるんですけれども、子どもの、保育と保育を含めた、子ども施策についてお話をさせていただきます。大変ですね、待機児問題、やっぱり働く総活躍の中で女性も働く、そして福岡市は保育をしなければならない。しかし預けに行っても預かってくれないじゃないのっていうのが大きな問題になりました。やっぱりいっぺんに増えちゃうと、すぐには対応できてないこともあるのかなと。しかし数字はしっかり出すべきだと、よく福岡市1回ゼロになったということ、あの時は数え方を変えたというのが一番大きな理由で、今は、待機児って言いますけど、実際は未就園児だって、家から遠いとこ空いてるけれども、とても朝そこまで車持ってる人でも大変、持たない人はいけないじゃないですか。なかなか実際 の, 現あのお母さんたちの声が、届いてないとこもあります。福岡市は施設については、国が一生懸命頑張ってくれたのが一つと思いますが、かなり整備は進んできました。その中で今足らないのは、今度は先生が足らなくなって、じゃあすぐ大学を増やせというわけいきませんし、取り合いにもなります。これはお年寄りのやむなく、老人ホームとか入られる方もですね、施設も足らない、施設はあっても今度は働く人がいない、処遇が、厳しい、そういった中で、大きな2つの、少子化高齢化、私もこれをしっかりやりたいということで今期やってるんですけれども、なかなかうまくいかない。そしてもう一つ、幼稚園というのがあります。幼稚園は大体3、4、5がメインですけれども、今ちっちゃい子を受け入れる園も増えてきました。子どもも減っていく時代です。全体像は幼稚園の方が減っていく可能性は高くなっております。そういった中で、保育園いっぱいならば幼稚園は、3、4、5は福岡市も就園奨励費ということで、園には出せない、これはいろいろ憲法上の問題もあります。中で保護者に応援するんだということで出しているけれども、2歳児は対象じゃないからゼロです。福岡市やっぱり自分たちの責務ですから、子ども全体を見て幼稚園が活用できるならば、2歳児が保育園がダメでも私は幼稚園でも十分大丈夫ですよ、延長で預かってもらえる、休みの人も休日保育できる、そして料金が高いならば3歳児に応援している市のお金を2歳児やもっと広げていいと思います。まあ、幼稚園も0歳1歳はやっぱり赤ちゃんで心配でやっぱり慣れてないと二の足踏むと思いますけれども、3歳児ならその前の2歳児あたりは十分対応できるんじゃないかなと。受け入れたい園もあります。そこを市が応援することによって、保育園入れない方たち、または幼稚園でもそこまで整っていればそっちでいいですよという方たちもいます。そういった方を絶対救うような支援が、まだまだ福岡型を作ると言っておきながら2年間提案しきってなくて、したのは、正規保育士さんの家賃補助だけです。非正規の方はないんですね。それも中途半端で、ぜひ、新任の方が、その保護課とか児童教育でやられた方が、せっかく資格を取って民間企業の方が給料がいいからじゃなくて、やっぱり学校で勉強して やろうと思ったところで、あ、やりがいがある仕事、ぜひ勉強してきたんだからそこで力を発揮したいというような、動機づけ、またはなられた方がやっぱりやりがいがあって、安心して長く働かれる、一回子供さん産んで休むこともあるかもしれません。しかしまた復帰できるような環境を整えないと、福岡市の職員の雇用年数といいますか、平均勤続年数政令指定最低でございますし、また公立と比べたら3倍近い2倍半ぐらいの差もあります。それはやはり民間の方が労働環境的には厳しいかもしれません。当然経営者の底へ向ける努力もいると思いますけれども、全体としてやはり外国並みに少しそういった福祉関係、利益を生む場じゃないけれども、次の子どもたち、この社会を担っていくわけですから、そこでしっかりと温かみがある親が働けなければ、その応援ができる、しっかりと子どもを愛して育てるっていうような、やりがいがある職場にするように、しっかりと意見を言っていきたいし、まだまだそういう分野では市全体の理解がなくて、福祉の方大変
実情をですね、分かってもらえないと困ります。私どもしっかり勉強して、今の、保育の質をなるだけ下げんで、しっかりと、安心して働ければにしていくように働いていきたいなと思います。